渋谷フクロウカフェオーナーの水原ですとスタッフの松田です。現在保護しているフクロウについて報告します。さまざまな視聴者様からの情報から、このフクロウは、ウラルフクロウ、日本では普通にフクロウと呼ばれ日本各地に生息しているそうです。現在の健康状態は良好、餌もよく食べております。昨晩も箱の中で暴れるぐらい元気でしたので、健康は大丈夫だと思います。病院も診療を依頼したんですが、足輪がないということで、診療を断られてしまいました。一件東京都の愛護センターより情報がありまして、ロストした方がおられるということでコンタクトを取ったのですが、その時はですね、特徴等が合わないということで断念しました。しかし18日になりまして、こちらが確認したところ、指定した特徴と合うような、ところが発見されたため再びコンタクトを取っていますが、19日現在連絡が取れておりません。ちょっと気になるのは、ロストしたフクロウのオーナーさんが森フクロウと言ってるのに、このフクロウは、多分ウラルフクロウなので、ちょっと種類が違うというところが心配なところです。それでは松田さんにもう一度捕獲した状況を説明してもらいます。はい、保護までのいきさつ等についてなんですけど、まず最初に12月の15日の土曜日の、午後の5時ぐらいに、目黒区の青葉台付近でフクロウがカラスにいじめられているっていう電話をお店にいただきました。でその2時間後に、外にフクロウがいるからちょっと見てほしいっていう感じでお店に来た人がいて、その人と一緒にその場所に行きました。でそうお店から近い場所なんですけど、電柱の電線にちょうどこの子が止まってて、結構高い位置にいたんでなかなか保護するのは難しいかなと思って、その時は種類とか見た目が分かればとりあえずと思って写真を撮ったんですけど、なんとか保護できないかなと思って、手を叩いて音を出してみたところ、この子が、その音に反応して下の方に降りてきました。でそれで、降りてきて、その後追いかけていって、途中見失ったりもしたんですけど、なんとかまた見つけて、でこの子に気づかれないように後ろからそーっと近づいて、その時何も持っていかなかったんで素手でガバッと捕まえてお店に連れて帰りました。現在ですね、東京都、動物愛護センター、東京都環境事業所、あと所轄渋谷警察署、目黒警察署に、届け出をしております。各部署、取り扱いの問題で、混乱をきたしている状態です。さてここからの話なんですが、このフクロウは当店では飼えない、理由を松田さんから。はい、うちにいるフクロウたちは飼育下で繁殖されたキャプティブブリード個体です。でこの子、この子のフクロウは、足輪がついていないので、キャプティブブリード個体ではなくて、野生採取されたワイルドコウとか、それか完全な野生のフクロウだと思います。で、同じフクロウなんですけど、育てられ方によって性格とかもとっても大きく変わってくるので、そういう異なる種類のフクロウをうちで一緒に飼うっていうのは、うちにいるもともといるフクロウたちにもこの子にとっても大きいストレスになってくると思うので、共存は難しいと考えてうちのお店では飼えません。引き続き、飼い主の捜索、また、情報の、皆様に情報の拡散をお願いします。以上です。よろしくお願いします。お願いします。